クランクケースブリーザーは4ストローク期間においてクランクケースの圧力を逃がす通気口である。この項目ではクランクケースブリーザーから流出するエンジンオイルを受け止めるオイルキャッチタンクについても包括して記述する。4ストローク期間のクランクケース内部はブローバイガスや温度上昇に伴う空気の膨張、オイルの蒸気によって外気よりも圧力が高くなる。 この圧力を外部へ解放するために設けられているのが、クランクケースブリーザーで、最も単純なものは外気へ直接解放する、方式である。しかし、ブローバイガスは、未燃焼炭化水素などの大気汚染物質を、高濃度で含むことから、大気解放は、法律で禁止されており、自動車などでは、吸気管へと還元する構造が取られる。さらに、 ブローバイガス成分によってエンジンオイルが汚れたり希釈されたりするため PCV バルブと呼ばれる逆止め弁を用いてブローバイガスを積極的にクランクケース外部へ排出する方式が採用されているクランクケースブリーザーとして最も単純な構造で圧力を直接大気に解放するものである自動車などではクランクケースやシリンダーヘッドカバーに ホースが接続されて、車体の低い位置まで伸ばされ、出口は路面に向けて開口される。気化したオイルや水分、ブローバイガスは、ホース出口から排出される。ホースの先端には、異物の侵入を防ぐために、小型のエアクリーナーが取り付けられる場合もある。多くの国や地域では放棄により、自動車などには、ブローバイガス還元装置の装備が義務付けられるように、 なったため、待機開放型のクランクケースブリーザーは現在、販売されているポータブル発電機や、原動機付き自転車でも禁止されている。クランクケースブリーザーの出口が、エアクリーナーボックスや吸気管へ接続された構造で、発生した、ブローバイガスを吸気とともに燃焼室へ送る構造である。ブローバイガスに含まれる、オイルミストや、未燃焼炭化水素は燃焼され、 ハイガス浄化装置を通過して大気へ放出される。自動車などに装備が義務付けられる、ブローバイガス還元装置としては、最も簡単な構造で、多くの車種が採用している。サーブ96のフォードタオネス V4 エンジンに、取り付けられた PCV バルブ。左シリンダーバンクのロッカーカバーに直に取り付けられ、ブリーザーチューブは、インテークマニホールドに接続されている。 PCV バルブの一例 PCV バルブの一例クランクケース内を積極的に換気してエンジンオイルの劣化を緩和する方式でクランクケース内のブローバイガスやオイルミストを含んだ空気はインテークマニホールドの負圧で吸い出され真偽はエンジン吸気のエアクリーナーボックスから取り込まれるエンジンにはインテークマニホールドとエアクリーナーボックスに それぞれ一本ずつの管が接続されていて、インテークマニホールドに接続される管には、PCV バルブが組み込まれて、クランクケース内を負圧に保っている。PCV バルブは、バネと塩水状のプランジャで構成されていて、クランクケースよりもインテークマニホールドの内圧が低い、時に開いて一方向にのみ通気する。車種によっては、ヘッドカバーは、 エアクリーナーへの流路にオイルセパレーターが組み込まれている場合があり、ブローバイガスを含んだ油煙が通過する場合にオイル分を回収し、クランクケース内に送り返される。クランクケース内圧コントロールバルブは、クランクケースの内圧を常に最適に保つことを目的に装着される部品である。一部のオートバイやモータースポーツ車両で導入が進められている。 オープンタイプのクランクケースブリーザーは4ストロークエンジンの発明から30年余りが経過した1928年に登場した。それ以前の4ストロークエンジンはピストン加工に伴うクランクケース内の圧力に耐えるために各部のオイルシールをエンジン内圧に耐える光合成のものとしてオイルレベルゲージもねじ込み式とすることで内圧対策を行っていた。 クランクケースブリーザーの考案によって、より高回転での運転が可能となった。PCV バルブに類似した逆止め弁が、クランクケースブリーザーに、初めて採用されたのは、第二次世界大戦中の戦車のエンジンであった。戦車はしばしば深い河川を、溶か走行し、オープンタイプでは、クランクケース内部が浸水して潤滑に問題を起こす、恐れがあったため、 水分の侵入を防ぐ逆止め弁が設けられた。しかし、この段階では外部からの異物の侵入を防ぐ目的での未逆止め弁が利用され、今日の PCV バルブに相当する利用法はまだ考えられてはいなかった。1952年、カリフォルニア州パサデナのカリフォルニア工科大学に所属するアリア・ヤン・ハーゲン・スミット教授は、 高科学スモッグの原因物質が未燃焼の炭化水素であることを発表し、当時の自動車用エンジンが原因であることを強く示唆した。1958年に GM リサーチラボラトリーのロイド・エル・ウィスロー博士が幾多の路上調査を行い、未燃焼炭化水素の発生源が当時主流であったオープンタイプのクランクケースブリーザーであることを突き止めた。 ウィスロ博士の報告を受けたゼネラルモーターズは直ちにクランクケースブリーザーの改良を行う必要性を認識し参加の各部門にクランクケースブリーザーの有効な改良策がないかを調査させたその結果キャデラック部門が対戦中に戦車用エンジンに用いていた簡易な逆止め弁を応用することでクランクケース内のブローバイを効果的に吸い出せることが 明らかになった。これが実用的な PCV バルブの始まりである。GM は PCV バルブの有効性を確認すると、オートモビルマニュファクチャラーズアソシエーションを通じて、米国内の自動車産業に対して、PCV バルブの特許権を放棄し、ロイヤリティフリーとすることを発表した。これにより、アマに所属する各社は、 連邦政府の具体的な法改正がなかった場合であっても1961年までにはカリフォルニア州で販売する自動車のすべてに PCV バルブを導入1962年にはアメリカ50州で販売する自動車のすべてに導入を完了し連邦政府が新たな法規制を導入することに合意した1967年の連邦大陪審の調査の 折には、いくつかの批評家はアマが主張するほど、PCV バルブには高化学スモッグの抑制効果がないのではないかと発表し、より強力なスモッグ低減装置の導入を主張した。しかし18ヶ月に及んだ調査の結果、サミュエル・フレート・米連邦検事は、アマの主張を認める決定を下した。オイルキャッチタンクは、クランクケースブリーザーの出口に設けて、 ブローバイガスと共に排出されるオイルを受け止める部品である。オイルキャッチタンクはブローバイから水分やオイルミストを除去したり、ピストン吹き抜けを伴うエンジンブローが発生した際にオイルがエンジン外部に撒き散らされることを防止したりといった役割がある。メーカー純正で取り付けられるものはオイルや水を溜めておくタンクではなくオイルセパレーターとして機能し、 分離された水分や油分はセパレーターテーブの管を通ってクランクケースへ戻される。またブローバイの発生量が相対的に少ない軽自動車などには装備されないことも多い。特にモータースポーツにおいてはコース上へのオイル飛散は事故を引き起こす危険性が高いため多くの場合はレギュレーションによってオイルキャッチタンクの取り付けが義務付けられている。あるいは 内圧コントロールバルブを取り付けた車両において、バルブ内へのオイルの混入を防ぐ目的で、クランクケースと内圧コントロールバルブの中間にオイルキャッチタンクを設ける場合がある。ありがとうございます。